このパートでは補助上限額引き上げの要件についてご説明します。公募要領の44ページをご覧ください。本事業の補助金額は最大50万円までですが、この上限額について認定市区町村による特定創業支援事業を受けた小規模事業者の条件に該当される方については100万円まで引き上げとなります。どの事業がこの特定創業支援事業に該当するかは、中小企業庁のホームページから確認します。こちらの産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援事業計画の概要というページをご覧ください。こちらのページへは、本動画の説明欄に URL を掲載しておりますので、そちらよりアクセスすることも可能です。特定創業支援事業は各区が定めた計画から確認します。一例として千代田区の事業を見てみましょう。各区の認定創業支援事業計画にこういった全体像が掲載されておりますが、中でも架線が引かれている事業が特定創業支援事業にあたります。千代田区の場合ですと、千代田区のワンストップ相談窓口、町未来千代田のビジネス企業塾、東証千代田支部の窓口相談、専門家相談がこれに該当します。申請時点で開業しており、この特定創業支援事業を過去3か年度の間に受けている方については、市区町村が発行する支援を受けたことの証明書を取得し、申請時に提出することで補助上限額を引き上げることが可能です。証明書の発行については、ご自身が支援事業を受けた各市町村へお問い合わせください。